さあドライバーを持ってきました。さあドライバーでね、さっきの動きができればいいですよね。まだドライバーではあれの練習してなかったですね、はい、フォールダウン、フォールダウンですね。ドライバーでも、まあ、このいいところからアタックできれば、まあ、まずは、倒すイメージですよね。倒すイメージでできます。結構やっぱドライバーだと少しやっぱりか、さっきの5番アイアンだったんですけど感じ変わりますよね。まだ基本は一緒だね。今のはこっちはできてたんですけど、やっぱこっち行った時にちょっと左の脇が甘かったからボールが右に行ったみたいですね、そこをちょっと気をつけて、ちゃんと左を脇を引きつけてというかして打っています。さあ上げて、さあどうだ、なんかですね、明らかにちょっとスピードが出てる感じはやっぱちょっとありますね。変なし、考える要素がスイングの中になくなってきました。もうあんまりダウンスイング始まっちゃってもこうやってこうホールダウンしたらもう勝手にもうインパクトいっちゃう感じですよね。なので本当にもう腕は考えられないので、こんな感じね。どうだ、どうですか。なので今調子に乗ってね、ちょっとドライバーをもう普通に打っちゃったので、ドライバーもちょっと動作訓練をしてみます。じゃあきっちり動作訓練を、まあ、して打つとどうなるか。上げてこのこうですね、よいしょ、ちょっとやっぱり、フォローの軌道が少し高いというかね、上に抜けちゃってるので、もうちょっとやっぱこういう風に抜いていきたいですね。低いところに抜いていきたいな。さあどうだ、動作訓練なんだからそこはちょっと意識してみましょうか。こんな感じ、よいしょ、ちょっと今のはクロス入ってるな。クロスというか、まあ今のでちょうどまっすぐぐらいなんでしょうけどね。まあ別にと、まあ、レードオフになるのがいいわけではないので、まあまっすぐそのシャフトがね、飛球線と平行に揃えば、まあ、まあよしということでしょう。じゃあちょっと普通に、いいね、ヘッドがやっぱりこう走りますよね。今まあちょっと普通に打ってみたんですけど、不思議です、不思議な感覚。もう今ここから今まあ倒せてるかどうかは別として、自分の中ではこうやってクラブを寝かせたままスッとこう落とす感じで打つとですね、もう勝手にあと何も意識しなくてもですね、勝手にリリースが起こってバーンともボール捉えちゃいますね。これね、面白いですね。やっぱりプロってのはこういう感覚で打ってるんでしょうね。面白いな。おお、なんか音がすごい。ということは結構初速が出てるってことだ、これ。なんかちょっとできるかもなんかできるかも、なんかできるとまた不安になったりするね。本当にコースでできるんだろうかみたいなね、ことを思いますけども、いや、なんか全然違う今までと。うわー、まあちょっとこんな感じでね、まあ、継続してね、この動きをまあ
自分の中のもう体にね覚え込ませていければ結構いい感じになるかなとい う今そう思ってるんで、まあ、コツコツとまたね、まあ、この後もちょっと練習しようと思いますし、まあ、引き続き、まあ、やっていこうと思います。